曲目、川上千尋さんで生き物係の気まぐれロマンティックです。朝からお願いします。お願いします。お手柔らかに。よろしくお願いします。かわいい。ロマンティック、恋のアンテナは嵐でどこかへ飛んでいった。嘘でしょ、冷たくは知らった。こしゃくない久保にちょっと心が揺れてる。本当は本気で私を誓ってくれる大事な人なんて言ったら、あいつは得意げになるから、もう褒めたりしない。大切な運命に飽き飽きしたの。知らない言葉で解き放して、ねだりだり心の扉を壊してよ。大切な言葉目を見て言って、あなたとならばこの街を抜け出せる。今すぐ連れ出して、ドラマティック笑顔の秘密を誰だって探し続けてる。見上げた空に描くの幸せの形、そう私らしくいたい。気まぐれなテンションで振り回すけど、この2曲目聞いていただきましょう。本郷ゆずはさんであいみょんの裸の心。一体このままいつ羨んだ
素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは聴いてください。中川美音さんで松浦彩ラブ涙色。
がとうございました。かわいい、かわいい、ありがとうございました。いや、かわいい。では聞いてください。さつきあいかさんでアナと雪の女王2より私にできること。こんな暗さは生まれて初めて、寒くて息もできない感じない、もう何もかも終わり、明かりは消えた暗闇を始めまして、いつもそばにいたのに、あなたは遠いどこかへ、もう辛い、すごく悲しい、無理だよ。でも聞こえる心の声、どんな時も進めと、そうよ、やろう、できることを。夜はいつ明けるの、ここで何ができる、どこを目指せばいいのだろう、孤独が胸を突き刺す、歩くことならできる、今の私でも明日のことは考えないわ、目の前の道だけ見て歩いてゆく自分を信じて進もう、闇を抜けて光を目指して、やろうできることを、来たのね夜明けが、決めた自分の心に従う、いやもう息を呑むパフォーマンスとはそのことです ね、 ね、はい、続いてもなんと7期生から歌っていただきたいと思います。はいはい、それでは織坂小春さんで松田聖子の白いパラソル。Just
ございました。すっごい優しい歌声でした ね。そしてなんとまたまた7期生の登場でございます。いいんですか。いいんです。あら、もう人材の宝庫でございます。なるほど、ありがとうございます、はい、それでは続いて聞いてください。真鍋安寿さんで劇団四季リトルマーメイドよりパパの可愛い天使です。どうぞ。私はね、子供の頃七人姉妹の七番目、美しい姉たちに囲まれた醜い子。気がつけば父親も他人のふりしてしかとだよ。両親がとだめたかこいつをプレゼント。この魔法の貝、私のパパポセイドンのものだった。破壊力が詰まっている完璧な贈り物だったわ。ひねくれた子供にとってはね。お気に入りは長女、上品な美人、パパは抱きしめキス、そんな姉を許せなかった。パパの天使可愛い子、プリプリドレス、みんな可愛い、どうせ暇で殺してやると。パパの天使呼び出して、チチプイプイ、貝の魔法で天国送り。罪悪感あるもんか。次にパパが夢中なのは事情ですよ。どうしましょう、飲み物に毒入れた。三女はね、なぜかしら渦に巻き込まれ戻らない。四女と五女はピラニアに、六女は蒸発さ悲劇。地下宝物ご愁傷様、みんな可愛い優等生、ピュアで真面目でもおバカさん、パパのいい子おバカさん、呪文のせいでみんな仲良く天国行き。私だけ愛されず、でもへこんだりしない。パパも謎の病気で死んじゃったの。家族がみんな死んで、すべてあたしのもの。嬉しい、もちろん最高だけど、忘れていた生まれたてんのガキが一人、心配いらない、まだ鼻垂れ小僧だわ。それが今はあの男、鳥息子だと。大人になった途端さ、私から全てを奪いやがった。全ての海、湖、沼、水たまりでさえ。可愛い私の海蛇ちゃん、今こそ復讐の時よ。あいつを一番の宝物に復讐してやる。あの男も今やパパ、可愛い娘にメロメロさ。あの子をね、使うのさ、計画はお楽しみ。パパの天使騙しましょう、うまくやるのよ。パパの弱点見つけちゃった、とにかくぐちゃぐちゃにしてやるわ。パパのプリンセス抑えれば、あとは簡単そうよ。これで全て思いの込んでたね。今劇団四季来てた？ね、来てましたね。チチンプイプイ言うてね。ありがとうございます。未来が明るいです。明るいです。はい。続いてはですね、堀紫苑さんで、はい、モーニング娘より恋愛レブリュー。ワンモアタイム。失礼しました。モーニング娘より
恋愛レボリューションと。なんと盛り上がってまいりましたところで、はい、次が最後の曲となってしまいます。早くない？早い。
一瞬だったじゃん今。もう24時間これでいいよね。ね。ずっとこれがいい。ずっと。ね。はい。ということで最後やっぱりあの方に歌っていただきましょう。やはりあの方ですね。最後は山崎あみるさんでリサよりホムラです。どうぞ。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていた僕らの明日を描いて、抱き留めた激しい光の束。